見えるかな。おお、見えるね。こんな感じです初速。ちょっとね、おおお、打てる。おお、なんか部品飛んだ。こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、マルシンのね、モデルガンスミス&ウエストン M439 と、シューティングデバイスと、これです。発火式モデルガンに BB 弾を発射させる装置をつけてあって、モデルガンのスライドの交代の動きによって BB 弾を弾き出すという代物なんですけどね。今日はね、いよいよこれを、じゃあ発火させてみようと、モデルガン単体でどうなんだと、でシューティングデバイスつけたらどうなりますかっていうのをやっていこうと思います。このお品物、マルシンのシューティングデバイススミス&ウェソン M439 タイプは当チャンネルのリスナー様、ハイズー様から提供していただいたお品物になりますと、そういう感じです。で、あのちょっと前に全部分解してね、あの内部構造を見てみたんで、そのついでにグリスアップしたり若干のスライドのすり合わせとかね、やってありますんで、華麗にね、 BB 弾とともにハッカー式カートリッジを飛び出す、やっとこの日がやってきたとね、この兄さんもね、待ちわびていたことだと思います。まあ、ですね、使える状態のカートリッジが5個あるんで、まあカートリッジは5個でやっていきます。まあモデルガン自体はね、普通のモデルガンです。でシューティングデバイスをちょっとだけ見ていきますと、このバネを引っ張ってパチンと、で BB 弾を弾き出すという構造で、ここが BB 弾のマガジンになってます。こいつがマガジンフォロワーですね。うん、これです。で、こいつを押すたびに BB 弾を一発ずつ給弾する、まあ弾切りの役割をしてて、こいつを押した状態だとこのセーフティーがかけられるんですけど、このセーフティーがかかってる状態だと、スプリングは動くけど BB 弾、給弾されないと。で、こいつがこのバネを引っ張るんだね。引っ張って解放すると。で、こいつだけじゃなくて、ここにもう一個出っ張りがあって、こいつがね、この出っ張り、セーフティーというか、球弾を左右する、こいつね、こいつを押し込む役割をするんだけど、ちょっと難点があって、これね、本体とか全部樹脂でできてて、しなるんですよ。このシューティングデバイスをきっちりぎっちぎちに取り付けた状態でも、こう結構あやふやに動いちゃう、しなっちゃうんですよ、このステージ自体が。なんでね、ここを引いてパチンって言うとスプリングで弾いてるんですけど、でスライドが前進しきった時にこいつをパチッと押してね、 BB 弾を送るんですけど、ここのね、ここ見て取れますか、こう、このグラグラ感がね、こうちょっと外側に出てると次弾が給弾されないっていうちょっとねトラブルがあるんで、打つときはやっぱり両手で持ってこの辺ちょっと手を添えてね打つと、まあちゃんと動くんであればね、うん、給弾不良が起きないかなと。うん、この2、3のようにね握ってもいいんですけど、この辺ちょっとね押さえてやると、さらにこの箱絵に近づくのかなというところです。さて、じゃあシューティングデバイスの初速だけ軽く測っていきますか。まずこうね、マガジンフォロワーを後ろに下げて、あれで、そうだ、スライドが前にいる状態でこれ一回ここのセーフティー状態にしてやってね、で BB 弾を入れていきますと、入っていきますと、こう一個ずつね入れていきます。今ねこれ 0.2g の BB 弾を使っています。手動でねスライドをカチカチ動かして初速を測っていきます。ちゃんと打てるか分かんないけどね。じゃあ打っていきます。お、 14.09mps、 もう弾ピロしちゃった。 10.38mps、お、 13.85mps、 12.12、 10.09、 10.8、 弾切れかな。こんな感じです初速。
ちょっとね、まあまあこんなもんか、 0.01110 こんな状態になってます。じゃあね、手動で BB 弾だけ打ち出してみるとこんな感じです。見えるかな。おお、見えるね。シューティングデバイスの動作は結構いいんですよ。ここにちょっと手を添えてね、この樹脂のたわみを押さえつつ、こいつの動きを確実にしてやればね、ちゃんと打てます。じゃあね、今度はこれモデルガン単体でちゃんと動くのかどうなのかやってみましょう。でこれはサイドファイヤーのものなんで、カートリッジは、本体とプラグで、すり鉢状になっているものが前ですね。でまあ、リム部分があるんですけど、で 7mm のキャップ火薬をこうローダーで押し込んで使っていくというタイプですね。こいつ自体発火させるのが初めてなんで、僕はどんな風になるのかちょっと未知数なんですけど、手動での排気がだいぶスムーズにいくように、ちょっとある程度はいじってあります。そのスライドのすり合わせ的な部分、あとは強く当たる部分、金属同士が強く当たる部分ちょっと磨いてあります。調整っていう調整はで全然してないんですけど、まあそういうところかな。うん、いや緊張するね。シューティングデバイス取り付けたんで、これでやっていきましょう。まあとりあえずセーフティー状態にして、一回コッキングしてチャンバーにカートリッジを送り込んで、でセーフティー状態を解除しますと。これで打てる状態で、火薬のブローバックでちゃんと作動してくれればいいんですけどね。緊張しますが、ちょっと打っていきます。お打てる。おなんか部品飛んだ。おなんか部品飛んだ。お打てる。うん、微妙。おお。打てることは打てますね。打てることは打てるんだけど、ちょっと微妙です。結局ね、これモデルガンとして結構いいんで結構カートリッジもよく飛ぶし、なんで最後ね、またモデルガンとして遊んでいきます。こいつついててね、コッキングしやすいし、これです。おちょっと暴発した。すげえ、これカートリッジの飛びいいっすね。いかがだったですか、マルシンのね、シューティングデバイス、スミス&ウェッソン M439 タイプ。モデルガンとしての出来もいいし、なんだろうね、ブローバックのパワーがちょっと強いイメージがありましたけど、よくできてるなと思いました。うん、でこいつね、シューティングデバイスはちょっとね微妙なんだよ。本当にプラスチックのしなりがあったりして、ここの動作が不確実だったりして、ただまあ動作はしましたね。このブローバックの力でちゃんとこのバネをパシーンとね弾くことはできました。なんで BB 弾はとりあえず申し訳程度に発射はできましたよね。うん、まあまあこれはこれで良かったんじゃないでしょうか。ものすごく調整とかで難航するのかなとは思ったんですけど、とりあえず案外動きましたね。そうだな、あとはまあ本当カートリッジの飛びが良くて、
サイドファイヤーだけど、これいいなと思いましたね、モデルが。センターファイヤー化の話があるんだっけ、ないんだっけ、ちょっとわかんないけど、ただ両手放しで単純に箱出しでっていう状態でも実はなくて、釣り合わせ程度ですけど、まあちょっとやってあると、うん、金属同士が当たるとことか綺麗にしてあるってだけですけどね。このほらハンマーのあたりとか、うん、ここあのハンマーがすごく抵抗になるんですよ最後、うん、ここね、ここをちょっと削ったりはしましたけど、基本的にはもうノーマルのままです、うん、そのぐらいだな。カートリッジもノーマルだし、普通の 7mm キャップ火薬で発火させているだけだし、うん、そうだね。あとはまあこの辺の当たるとこはちょっと角を落としてある程度かな、レール、うん、この、まあ、エキストラクターはね、初めから曲がってたんで、もしかしたら前のオーナーさん調整したのかもしれないです。このおじさんもね、あの久々に発火してもらって、それでそれなりにちゃんと動いて喜んでくれてると思いますということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべしうつべしうつべし、また全話で洗いますよ